そうですね。彼女いらっしゃらないんですか。そうやって本人は言ってますね。なるほど。差し入ればっかもらってますよ。そうです、はい、そんな裏話も。さあ土俵上時間になりました。琴大龍と東里です。頭低く使ってきます。琴大龍下から押し上げるように左押っつけながらうまくいなしました。一気に前に出ていく、回り込みます。東里右四つになって土俵際足もかけていく琴大龍、粘る琴大龍を東里と寄り倒していきました。琴大龍最後粘ってたんですけどね、東里ここよく残りましたね、はい、東里が。で琴大龍もここで残るんですよ。でも膝が伸びきってるからですね、なかなかちょっと怖いですけど。